エミちゃんチャンネルっていうさ、あの名前があったんだけど、私今までエミちゃんチャンネルって言ったこと一回もないと思って、今気がついて、今そういえばと思って、今日から言います。今日はご質問くださいましたよ。エミさんこんばんは。私は大阪に住む高2の女子です。今年も花粉症が大暴れしている時期で、毎日くしゃみが止まりません。涙。家ではティッシュを鼻に詰めていると収まります。もうすぐ彼氏と初デートなんですが、どうすればいいでしょうか。エミさんは花粉症などないですか。リクエストはエミさんおすすめ曲でお願いします。ラジオネーム、ハクションコマオさん。可愛らしいコマオさんなんだ。ありがとうございます。同じ関西だ。初デートってちょっと緊張するね。ドキドキだね。花粉症大変。娘は本当に花粉症でさ、鼻がさ、鼻とか目がかゆくなったりとか、かわいそうなのさ。花粉症になったらひどいよね。かわいそうだよね。なんとかあれでも病院に、娘もそうなんだけど、病院に通ってお薬を飲んでしてますけどね、なかなかね治らないというか、なんかねなかなか難しいよね。もう最初に言ってしまうの、私花粉症なんだって。もうマスクしてメガネかけていて、じゃあ言わなくてもどうしたのってなるから、いや実は花粉症で今の時期ちょっと辛いんだよねって姿を見せて、ああそういうことか、花粉症なのかって向こうが勘が良かったら気づくかもしれない。気づいてほしい、逆に気づいてほしい。じゃあ向こうは、いやずれた室内にしようか、どっか探そうかな、室内どっか遊ぶとこ探そうかな、ラウンドワン行こうかみたいなこと言ってくれたらいいね。そうそう、相手が何か考えてくれるかもしれない。で相手が自分勝手な感じの人だったら、もうああもう違うかもしれないなって思うと思うんだけど、そう、それで相手がどうやってふうに、どういうふうに相手のプランを変、もしお外だったら何か考えてくれて変更してくれるかとか、そういうのを見たらいいと思うよ。自分のことをどれだけ思ってくれるか、思ってくれてたら絶対になんか考えてくれるはずだしさ。始まる予感しか考えられないから、始まる予感や、そうやな。では今週の曲は始まる予感です。うまくいきますように。白状小毛さん、花粉症良くなったらいいな。では今週の曲は始まる予感です。どうぞ。